どうも、芸人×プロスピエースでございます。吉本芸人大野貴と申します。よろしくお願いします。さあ、今日からね、新オーダーでいきたいと思います。結構ね、変えたんですよね。まずショート源田選手から坂本選手に変えました。はい、51レベルですけどもね。でセカンド浅村選手の A だったんですけど、これ期待の若手でしたっけ、期待の新人でしたっけ。で伊藤さん、伊藤選手、伊藤幸也選手かな、伊藤幸也選手に、変えました、セカンドね。はい、でまあそんな感じかな。うん、で打順をね変えましたね。打順を、1番坂本選手にしました。はい、まだ座ってないですけどね、ちょっと、うん、あれなんですけど、まあ一応1番に置きました。で2番丸選手、3番柳田選手、4番原選手、まあ原若大将で、5番が川田選手ね、6番岡本選手、7番平田選手、8番伊藤選手、9番甲斐選手というねオーダーになりました。投手もね変えたんですよね。エースを杉内投手にしました。はい、松坂投手から杉内投手で、2番手有原投手、3番手西口投手、4番手ムア投手で、5番手に A ランクの千賀君、千賀投手ね、にしました。はい、で中継ぎは沢村投手、増井投手で、 A ランクの宮西投手と大谷投手ですね。で抑えは森投手ですね。でベンチに斉藤隆投手、投手ということでございます。早速ね行きたいと思います。いやー、今朝ね朝起きてプロスピ開いたら最強決定戦の順位が出ててね、ダルビッシュさんが3位になってて、俺びっくりしましたよ、本当に。めちゃめちゃびっくりしました。すげえなーと思いましたね。まあいろいろね、その本業ね、野球の練習もありながら、いろいろありながら、まあその最強決定3位っていうことで、まあ相当すごいなと思いましたね。まあね、他の方もいろいろね、お仕事とか、もしかしたら学生の方はね、学校とかあるかもしれないんで、まあそういうね、お仕事とか学校行きつつね、最強決定戦頑張られてる方もいらっしゃるんで、やっぱその、ダルビッシュさんに限らず、そういう方たち、ほんとすごいなと思いましたね。まあなかなかあそこまではいけないですよね。僕はね、ちょっと地道に頑張りたいと思います。さあ、今日からね、新チームということでね、先発、杉内投手です。はい、うちのエースですから、行きましょう。うちのエースですよ、杉内投手は。さあ、これ勝ったらゴールドランク3に上がれるのかな。全シーズンの最高までに持っていけるってことかな。全シーズンは確かゴールドランク3で終わったんで。うわ、強ー！ゴールドランク4だけど、常人5位とか強くないですか、これ。おい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 、2割5分3厘か。まあ、でも僕も2割2分1厘打ってるのか、最近。まあ、最近打ってるな。さあ、負けないように頑張ります。あ、強いな、極みが、極みばっかりじゃん、強お願いします。さあ、新戦力、さあ、杉内いけ、杉内投手。わあ、極みで、しかも称号ついてるよ、やえぐいなこれ。さあ、最初は D カーブが始まります。ナイプチェー、ありますコンタクトヒッターか、いいなぁ、めちゃめちゃいいですね。称号はかっこいいよなぁ。うわぁ、ないまちだなぁ、今のは。うん、やられた。グラシアル選手ね、ダウン&ガンですか。いいよ、ナイピッチだよ。あー、切れない。ちょっとストレートはこの人反応する人だな、間違いないな。ちょっとここは1球外角の D カーブどうすか。うわー、振ってこない、振ってこないか。ここスライダーでシンプルに OK。 ん、ちょっとこれちょっと前進準備だから長打警戒しようかな。どうしよう。マジマジ、ちょっと待って待って、やばいやばい、嘘でしょ。危ない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 、ちょっと待って待って、まあ今いいや。ここで殿下の宝刀 D カーブ OK。 ナイピー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 だよ、ナイピーだよ。バレンティン選手、わー、えぐいな。これは入らない D カーブでいいんですよ。そう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 、双方強角振ってくる振ってくる、入らない D カーブでいいですよ。ストレートはもう打たれるって、ああまあそれはないな。ここで1球 D カーブと思わせてのスライダー、
でここで一回 D カーブやっての、ここで外角のストレートですね。内角しか来ないと思ってるから。うわやられた。もうダメだ。ストレート待ってたんかな。いやストレート確実に打たれるな。強いっすねこの人。オッケーナイスだ。いやーやられたな。カーブで行った方が良かったんかな。さあ坂本選手行きましょう。新戦力坂本選手。さあいやー結構下がってんな。やっぱしょうがないですよね。なかなかフォーク来そうだな。あーツーシームか。オッケーいよいよツーシームで決めてくるかな。あ嘘。うわー入った。うわーミスった。いやーうまいっすね。入れてきたな今。もうちょっと落ちなかったっけ有原選手のフォークってね。あーやばいな。ちょっとうまいなこの人。どんどん追い込んでくる。オッケーオッケー。いよいよナイスナイス。そこはね、丸選手いいよ。2番丸選手めっちゃ強いな。あー通しますがやられた。うまいなこの人。うまいっすね。これ2018年の有原選手かな、もしかしたら。いやーダメだろ。詰まったな。いやー強いなー。普通に強いですね。さあ杉下投手いこう。ちょっとねここら辺のストレートどうすか。もうストレート絶対打ってくるもんな。高めの D カーブ待ってると思うんで、ちょっとここは低めに。いやないバッチだな。センター何やってる今のは。取れない。いやー強い、マジで強い。どこを打てば抑え投げればいいのかも分かんなくなってきた。おい今ボールでしょ。ボールをそこ、おいナイレフト。岡本選手ナイスじゃないですかこれ。うおー見せてくれない。ここでね、D カーブですよ。そうでここで D カーブっぽいと見せかけてスライダーなんですよね。 OK ナイスショー。坂本選手いいね。いやーあのバレンティン選手への一打が悔やまれるな。さあ原選手いこう。若大将ナイバッチ。若大将ナイバッチ。若大将いいね。さあ川内選手、僕本当この選手大好きなんですよね。プロスピやり始めてからすげえ好きになった。川端選手いこう。OK、ナバッチ、いいよ。帰ってこれる？帰ってこれない。しょうがない、しょうがない。ナイスはナイバッチ。さあ、岡本選手。いや、めっちゃやばい。これちょっとダメだ。岡本選手めっちゃ下がってる。ここは、ブラッシュ選手でいこう。ブラッシュ選手。さあかなりいいっすよ、かなりいいっすよ。フォーク来るかな、フォーク来るかな、どうなんだろう。あ勝った。うおーえげつない。まあ火の玉ボールついてるし、えげつないこれは。あなるほどね、そんな感じが。 OK 押しろ。ダメだった。さあ平田選手いこう。平田選手頼む。ナイピッチだな。うわー今のは読んでたな。惜しかったな。オッケーいよいよ。フォーク来るかな、スプリット来るかな。あー危ねえ、危ねえ、危ない。フォークスプリット来るっぽいな。オッケーいよいよいよ。ナイス線ナイス線いいよ。ストレートか、ストレートか。
ナイバチ、いけ、お城。オッケー、帰ってこい、帰ってこい、帰ってこい。オッケー、ナイスナイスナイス、いいよ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 、ナイスナイスナイス、いいよいいよ、めちゃめちゃいいじゃん。タイム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 。ここは西川選手に行こう。西川選手。オッケー、いいよいいよいいよ。ナイスゲームじゃん。さあサバテ打ち崩そう、サバテを。ここからですね。そうですね。ナイバチじゃない？うわあ。スプリット来る？ナイバチ。あ、やばいやばいやばい。オッケー。うわあ、これめっちゃ相手の人。うわあ、これやばい。めっちゃ切れてると思う。多分。いや、運が味方してる。オッケー、ナイバチ、いいよ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 。坂本選手行こう、行こうよ坂本選手。オッケー、どう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 。あ、で、うわ、やばいやばい、もうえげつ、よっしゃよっしゃよっしゃ。うわ、えげつね今の。ってかナイスライトじゃなかったですか今。絶対落ちたと思いました今。ナイスライトでしょ今。いやー、杉内選手よく踏ん張った、このめちゃめちゃ強い人に。いや、相手めちゃめちゃ強かったですよ本当。坂本選手かな、お立ち台。坂本選手、杉内、エース杉内と新戦力の坂本選手やです。オッケー、最高だよ今日。最高じゃん今日、あれです。最高の試合でしたね今日本当に。もうこんな試合ないですよ、負けると思いましたもう普通に。いやー、あれでした、めちゃめちゃいい試合でした。うん、いやー、まあでもね、あのエラーはちょっと相手の人もがっくしきたと思うんですよね。あれはあれはないですよね、落とすのはね。うん、いやー、ありがとうございました、なんとかね勝てましたよ。うん、このなんか常人5位とかこういう人としかもう当たらなくなってきましたね、ここまで来るとね。うん、次ね、勝っても負けてもゴールドランク3に昇格ということでね、決まりました。ゴールドランク3、また、最初に戻りましたね。ここからね、プラチナまで目指せるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタンもしくはコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。